連続テレビ小説、スカーレットで朝ドラ初出演となり話題の烏丸節子さん、マノン、64、など映画、ドラマに出演、長く活躍されています。若い頃、昔、現在の画像、娘、夫、旦那、再婚について、古舘伊知郎に舌打ち。矢花田翔吾さんの検索についてなど、経歴、プロフィールも気になったので調べてみました。烏丸節子さんのプロフィール。名前、烏丸節子、烏丸節子。出身地、滋賀県大津市。生年月日、1955年2月3日。年齢、64歳、執筆時。身長、156センチメートル。血液型、A 型。職業、女優、所属、D アーティスト、趣味、読書、受賞歴、1981年、映画、四季、夏子、で日本アカデミー賞主演女優賞、新人賞、ゴールデンアロー賞新人賞を受賞。1982年、映画、エキステーション、で日本アカデミー賞助演女優賞を受賞。若い頃から現在、烏丸節子さんは、1979年6代目、1980年度、クラリオンガールに選出され、芸能界デビュー。クラリオンガールは、カーオーディオメーカークラリオンが1975年、昭和50年から約30年にわたってほぼ毎年選出していたキャンペーンガールです。人気芸能人への登竜門として知られていました。1980年、映画、会長音、会長音に出演し、女優としてのスタートを切ります。同時期に五木ひろゆきのベストセラー、四季、夏子の映画化で四姉妹の主役、夏子役に抜擢され、映画初主演。その後も、映画、ドラマ、舞台や歌手としても、幅広く活躍。クラリオンガールでデビューしてから元祖グラビアアイドルとして活躍後、映画やドラマへの出演で、演技派女優としても注目されるようになります。2020年1月からは、連続テレビ小説、スカーレットで朝ドラ初出演を果たします。烏丸節子さんは、戸田恵梨香さん演じるヒロインキミコの工房へ、キミコの作品を求めて客としてやってくる、小池杏里として出演。実家が大津の紡績会社で、裕福な雰囲気を漂わせている、という設定で、独特な感性からヒロインの今後へ影響を与えていく、という役柄を演じています。烏丸節子さんが、滋賀県出身ということもあって、出演が決まったそうです。烏丸節子さんの出演は、2月中旬とのことです。楽しみですね、キャレットキャレット。夫、子供、結婚。烏丸節子さんは、自身の所属事務所の社長で映画プロデューサーの田中俊和さんと、1982年に結婚します。田中俊和さんとは、1981年の映画、エキステーションで知り合いますが、田中俊和は当時、女優の沢井恵子さんと結婚していて、不倫の末の結婚だったそうです。そして、21歳の年の差婚としても話題となりました。沢井恵子さんは、東宝所属の女優として、映画では、青春映画、サラリーマン映画、怪獣映画と娯楽映画を中心に出演しました。とても綺麗な方ですね、キャレットキャレット。1983年、1990年に女児を出産。2001年11月、田中俊和さんの事業の失敗、多額の借金問題が引き金となり、離婚。そして、2014年6月に、59歳の時に、2歳年下の大手レコード会社社員のディレクターと再婚。二人は、共通の知人を通じて知り合い、共通の趣味であるお酒とカラオケを通じて親しくなったそうです。現在の旦那様は、一般の方ということもあって、調べてみましたが名前なども公表されていないみたいです。烏丸節子さんの再婚の際は、二人のお子さんも賛成してくれたそうです。キャレットキャレット。古舘伊知郎さん、舌打ちとは、
カラスマ節子さんは、舌打ちと検索されていますが、何のことか調べてみたところ、昔、古舘伊知郎さんが司会のトーク番組、おしゃれ30に出演した際、古舘さんが、本当に緊張してますね、と話すと、チェッと舌打ちし、すいませんね、と挑発するような視線を送った、ということがあったそうです。その後も、申し訳ないんですけど、ふてくされてるように見えるんですけど、という古舘さんに、カラスマ節子さんが、私、ふてくされてないですよ、と返し、古舘さんもついに堪忍袋の尾が切れて、じゃあなんで来たんですか？来たからには喋ってください。トークショーですよ、といったバトルが繰り広げられたみたいです。その後30年経って、2018年6月3日に、古舘伊知郎さんが、日本テレビ、行列のできる法律相談所に出演した際、その時のエピソードを明かしますが、カラスマ節子さんは VTR 出演し、30年前の映像を見ながら、超生意気だね。生意気なね、とかつての自分に呆れ、ものすごい反省してます。古舘さんごめんなさい、と謝罪、映画の番宣で出たんだけど、本当に言葉が出てこなくて、と不機嫌な態度の理由を説明していた、というエピソードがあったみたいです。浜田省吾さんとの関係。カラスマ節子さんは、浜田省吾と検索されています。二人の関係は、浜田省吾さんが、カラスマ節子さんに歌を提供していて、そういったことで検索されているみたいです。カラスマ節子さんが当時パーソナリティをしていたラジオ番組、サウンドストリートで、浜田省吾さんがゲスト出演された際に、二人が、省吾くんと呼び合っていてとても親しく話していたそうです。仲が良かったみたいですね。キャレットキャレット、サウンドストリートは、1978年11月23日から1987年3月20日まで NHKFM で放送された音楽番組で、当時の日本のポップスロックを代表するミュージシャンや評論家が DJ を務め、当時はまだメディアで放送される機会が少なかった国内外のポップス、ロックをいち早く紹介するプログラムとして人気でした。カラスマ節子さんは、1980年から1982年にパーソナリティを務めていました。浜田省吾さんは、カラスマ節子さんの1981年に発売されたアルバム、キスミーに収録されている、ロックロールドールとバラードを作詞作曲しています。浜田省吾さんが曲を提供しているということで、当時話題になったそうです。カラスマ節子さん、元祖グラビアアイドルから、歌手、女優として、力の長い活躍をされていて、今後の活躍も楽しみです。連続テレビ小説、スカーレットの出演も、どんなストーリーが見られるのか、とても楽しみですね。キャレットキャレット。以上、カラスマ節子さんについて、でした。